はい、こんにちは、こんばんは、おはようです。6時ね、到着予定が6時23分になりました。6時半ぐらいになっちゃいましたね。で、山梨の天気が、なんかね、曇りのち晴れなんだけど、小雨降ってんだけど、めっちゃ雨です。で、口コミとかではいろいろ評判が悪い感じなんですけど、そうそう、ベリーパークフィッシュオンシシドメに来てます。で、評判があんまり良くないと言うんですが、水車も1個しかもう動いてないっていう、これはこの間と変わらないかなと。だけどみんなね、土曜日ということで、結構来てますね。人がね、来てますね。まあ、これからちょっとサクッと釣りを始めたいと思います。ちょっとね、撮影すると釣れなくなるんだよね。とりあえず朝一匹釣りました。なんですね。結構でかいです。なんだこいつは。なんだろうね。全然違う。釣れたけどでけえな、スティックで結構でかいね。俺の手がこんなもんだけど、網結構でかいんだけどね、ちっちゃくなんか見えるな。まあまあ、ちょっと言い方が釣れました。結構でかいですね。巻いちゃってんな。Thank you.
しいな。
うん。